いないね。うん。ねえ、ん？なんか昔の自分に会うってすげえ気持ち悪いんだけど。うん、変な感じする。しょうがないでしょ、誰の後悔が原因でこうなってるのかわからないんだから。市松、どうしたの？いや、しんどすぎる。あ、何が？思い出の世界に来ちゃっただけで地獄なのに、その上当時の自分に会うなんて。ああ、そういうことか。え、お前嫌じゃないの？おう、全然嫌じゃないよ。だって昔の自分に恥じるとこなんて全くないもん。むしろ懐かしい姿を見られるのが楽しみだよね。分かり合えない。おい、あれチョロモツじゃないか？うえ、僕いた。どこどこどこ？ほら、あそこ。何あれ？てか歩き方ヤバくない？ヤバい。曲がり方ヤバくない？ヤバい。さようなら。はい、皆さんさようなら。え、声もヤバい。なんか高すぎ。チョロマツあんなんだったよね。思い出したわ。はずる、はずる。てんてん、今日もありがとうございました。てんてん、てんてん、先生のことてんてんって呼んでる。てんてんも今からお帰りですか？僕も今から帰ります。てんてん。やばい、お腹痛いよ。うちに帰ったらちゃんと勉強します。それが学生の本分ですから。それではさようなら。うわー、出たね。最後に自分は優等生です、アピールが出たよ。そこは全く変わらないよね。こけたし。そこも変わらないね。おい、カバンの中エロ本だらけだぞ。しかも赤点のテスト。なんだあれ、ダサすぎるぞ。あんな少年が将来髪を茶色く染めちゃうわけか。トッティ、それ言っちゃダメだって。また焦げてるよ。ん？チョロマツ兄ちゃん、待ってよ。チョロマツ兄ちゃん。何あれ、トドマツ？僕、なんで置いてくんだよ。一緒に帰りたいよ。なんだあれ、本当に高校3年生か？ただの子供だよね。いや、子供ではない。ほっぺが赤いな。ほっといて。チンゲとか生えてなさそう。生えてるわ、ボーボーだわ。なんであいつずっとチョロマツの後ろに隠れてんだ？子供だよね。子供ではない。何してんの？だから何してんの？カンガルーみたいになっちゃった。あれ、チョロマツ兄ちゃんどこ？なんでいつの間にか迷子になってんだよ。子供かよ。子供じゃない。おい、保護されたぞ。怖かった。ただの子供じゃねえか。うっさいな、子供って言わないで。そうだったな、昔のトッティってこんなだったな。ふん、普段はドライとか言ってるが、当時は甘えん坊で一人じゃ何もできなくて。そうそう、兄ちゃんたちのことお前大好きだったよな。ほら、ほっぺ赤くしてやるよ。ほら、いいね。やめろ。あれ、いいね。やめろ。いつか殺してやる。